風間凛平です、今回の作った遊んでサイエンスは折り紙飛行機です。こんな飛行機です。今回の飛行機の寸法ですけれども、ここが横が16センチ、縦が24センチ、この紙を使います。まずちょっとこれも書いてありますけども、まず半分で折ります。この形ですね。この形になりました。これでピタッと貼っていくわけですけども、マークをします。 2.5 センチです。こんな感じで切ります。クッションテープ、戸ですね、戸を閉める時の和らげるクッションテープです。これを2センチぐらいに切って、これを頭につけます。もし飛行機がこう頭にこう当たっても大丈夫なようにするためです。切り込みを入れておくとゴムがセットしやすいです。これで折り紙飛行機とゴムのカタパルトができました。今日は残念ながら風が強いので室内の撮影になってしまいました。ですから高く飛ばすことはちょっとできないんですけども、ビューッとこう飛ばしたいんですけども、飛ぶと30メーターとか40メーターぐらい本当にビューッと飛んでいくと思います。ビューッと飛んでるんですけど、今回はちょっとできないので、あとは手で飛ばしてみます。